はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、呪術廻戦こちらのグッズを紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはこちら、はい、 SH フィギュアーズから五条悟、はい、こちら出ましたね。いや、すっごい人気みたいですね。私は予約してたんで定価以下で買えましたが、かなり家電量販店とかね、すっごいなんか並んでたりしたみたいですけれどもね、はい、まあ、外観、箱の外観はこんな感じですね、はい、では早速ね、ブリスターの状態見ていきましょう。はい、超ブラスブリスターの状態こちら、はい、まあ普通にね、フィギュアーツでおなじみのペパーツがいっぱいついてますね。で、にやけ顔のマスク付きのやつですね。で、素顔バージョン、私が予約した時はね、この素顔バージョンがつくことを知らなかったんですよね、うん、情報がなかったんで、これは嬉しいですよね。で、これをマスクを下げたりする時のポーズに使うようですね、マスク。まあ台座はありませんね、はい。で、説明書、といった感じですね、はい。では早速本体取り出して見ていきましょう。はい、では本体こちらです。お疲れ様さ、はい、うん、だってシンプルですが、これあれですね、柔らかい素材ですね、この服は柔らかい。で、ここにかませてあるのがビニールシートですね、がかませてありますね、はい。で、顔、まあマスク状態なんでね、うん、まあ普通でしょう、はい。まあ一応可動式なんでね、いろいろなポーズつけれます。可動範囲は結構ありますね、うん、どんなポーズやね、はい、じゃあちょっとね、表情パーツ変えてみましょう。はい、表情を変えてみました。こちら、お疲れ様さ。いや、もうまさにお疲れ様さ状態ですねもうこの表情パーツはもうそうでしょうはい、いいねフィギュアーズはね、クオリティ高いしね、こういろいろなポーズ取れるっていうのが素晴らしいですね、うん、はい。では頭部をね、素顔バージョンに変えてみましょう。はい、表情パーツ変えました。こちら、大丈夫、僕最強だから。このテパーツがあったらもうこれしかないでしょう、はい。術式順天青、術式反転赤、挙式紫、はい、素晴らしい、エクセレント、いいね。この顔もね、もう素晴らしい。
よくできている。いやー、かっけーぜ。いいねー、この手パーツがついているとは思わなかったね。自分のね、大好きなシーンです。挙式紫。素晴らしい。はい、ではちょっとね、別の手パーツとか合わせていろいろねポーズ決めてみたいと思います。はい、出た、挙式紫を放つポーズ。これも再現できるっていうのはすごくないですか。いやー、すげー、いいね。いろんなポーズ取れるっていうのがいいね、スピーディアーズはね。いやー、いい。挙式紫、いやー、いい、かっこいい。はい、そしてね、こちら、やっぱいいね、領域展開無料空所。はい、こちらも再現できるっていうのがいいね。まあ、指ポーズは言わずもがな、このマスクをね垂れ下げるこのポーズも再現できるっていうね。いや、クオリティ高いね。いいわ、かっけー、領域展開素晴らしい。はい、いや、これはいいな、ほんといろいろ遊びがいがあるね。うん、なんかね、どのポーズにしようかすげえ迷うわ、こんだけパーツあると。まあ一個のポーズにね決めて飾らなきゃいけないんですけれどもね、どのポーズにするか。はい、こちらです。やっぱりこのポーズかな、自分はね好きなんですよね、このシーン。少し乱暴しようか、このシーンがねやっぱかっこいいんだよな。セリフがね、いちいちかっこいいんだよね。もう少し乱暴しようかで、あの威力ですからね。挙式紫。まあこのね、手の感じのフィギュアって出てないし、出る予定も今んとこないですよね。うん、なのでこれで飾ろうかなと思います。はい。他のね、この手のポーズはね、あるんで、まあ、前回のね、フィギュアも、そうですね、プライズ品も。なので、挙式紫のね、少し乱暴しようかシーン、これが再現できるっていうのはね、嬉しいんでね、これで飾りたいと思います。はい。ということでね、このポーズのまんま回転台座に乗せたいと思います。まあ、いろんなシーンでね、やるとすごいカット数が増えちゃってね、いろいろと編集が面倒になって、はい、そこはご容赦ください。はい、では、回転台座で乗せてお別れしたいと思います。3部作にわたってね、お送りしました。この後もね、呪術廻戦グッズ、手に入り次第ね、続々と動画アップさせていただきますんで、この機会にぜひチャンネル登録お願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。
お疲れ様さ。